激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃう。イエス、やってきました。今日はですね、なんとビッグゲストです。青木香音さんの紹介で、元関ジャニジュニアの大堀春樹さんです。どうも、大堀春樹です。ジョニーが出演いい、ありがとうございます。芸能人とコラボ。元です、元。顔がもうちっちゃ、これしかないですよ。いやいや、丸あるじゃん。ほらほら、こんなに顔のデカさが差がありますよ。おい、春さんどんな活動されてるんですか、普段は。普段は、まあ、ずっと音楽活動、まあ、ライブしたりとか、スラッシュっていう、まあ、ユニットで、スラッシュ出身で頑張っております。 S ラッシュって書いてスラッシュですか。そうなんです。 S 星ラッシュ。そう、 S 星ラッシュ、はい、行きましょうか、今日も。行くんですか。今日もなんですね。今日行っちゃいましょうか。どこ来てんですか、どこ。はい、今日ですね、大久保の、韓国のチキン。でね、今日のこの食べるチキン見てください、これ。この涙が出るほど辛いチキンと、これね、やばいです。これが確かも一番辛いということで ね。どうですか、結構辛いのは。いや、まあ、辛いのはそうですね、まあ好きですね。お好きな、得意ですか。もう得意です。絶対もう今日は勝ちに来ましたんで、はい、それぐらい結構勝ちに来てるってことは、じゃあもうね、今日激辛対決です、ね、そうですね。本日は激辛我慢対決をします。はい、激辛我慢対決なんで、ギブアップした方が負けと、はい、いうことですよ。あれですよね、今日負けた罰のために考えてきてくれたんですよね、はい、そうですね、もう、はい、まあ、ジョニー君、まあ、いろんなね、服装してるのも見てますけど、はいはい、ちょっと1ヶ月ちょっとふんどしで生活してます。なんでふんどし。綺麗な体してますしね。はい、やっぱり僕が考えてきたハルさんの罰ゲームは、はい、いや、ね、こう結構可愛いんで、女装チャンネルを解説してもらいたいと思います。女装チャンネル。女装させるんじゃなくて、女装チャンネル。女装チャンネル。いや、でも勝てばいいんですもんね。まあ、勝てば、そうそう、まあ、要は勝てばいいんですよ。なるほどなるほど。そんな感じでいきましょうか。そうですね、はい、じゃあ頼みましょうかね、はい、早速注文しましょう。すいませんこの涙が出るほど辛いチキン、これ一番辛い。一番辛い、はい。完食率10人に何人でしたっけ。3、4人。あー、じゃあもっと特別に辛くしてもらうことできますか。できるのはできますけど。あ、ほんとですか。死んじゃうぐらい。 1.5 倍ぐらいいってるんです。はい、5倍ぐらい。あ、1.5倍。5。あ、5倍。それ食べれないかも。大丈夫です。一応結構辛い。激辛ジョニーですか。そうです。ちょっとハルさん、気に入ってるじゃないですか。いきます、いきます。ハルさん、大丈夫ですか。マジかってなってる。5倍で、はい、お願いします。お願いします。お、来ましたかね。うわ、やば。辛い味付け付けのハープ。5倍。ございます。5倍。さっき味見したんですけど、味見、はいはい、辛いです。何ですか。食べれそうでした。食べれない。お兄さん食べれない。私食べれない。食べれないって韓国の方も。いや、でも確かに来た瞬間に匂いすっげえ。うわー、やばいね、もう真っ赤っかですよ。いただきます。いただきます。行きましょう。これ8本入ってますね。まあ4、まあ、4本食べれば終わるってことですか、ね、なるほどなるほど。あれね、まあまあまあ、言うて言うて骨付きチキンですから。いただきます。いただきます。あー、きました。顔が熱くなってきましたけど。いや、顔赤なってるやん。うまい、これカリカリしてる。そう、はい、ほんまに。うん、うまい。めっちゃ眉間にしようよって顔真っ赤っかなってる。お手並み拝見ですよ。いやいや、もうこんな余裕でしょ。お願いします。ああ、もう美味しそうすぎてよだれたりそうなりました。いただきます。はい、うん、うん、あれ、うん、うまくないですか。うま辛い。うま辛い。辛い。うま辛い。普通に若干こう時間経つと、あれ、あの、あかんとこ入った。あー、なんだなんだなんだ。辛くてギブアップだと思った。いやいやいや、頼みます。まだ1本目ですね。これ時間経つとあれですね。いや、うん、ほんまに、あ、おいしいわ。ほら、うまいわ。うまい。うん、うん、うん、ピッチョンコしてますか。ピッチョンコですよ。ピッチョンコ。もう笑えへん。あれ、喉にすごい。おっと、あー、鼻水が。うん、
うわ、すごっ。早い。まず一個完食。口いった。なんか普通にランチしてます。いや、ほんまやで。美味しそうにズルズル言って優雅にビビン麺食ってるけど、どういうことですかそれ。いや、辛いわめっちゃ。でもジョニーさんも、あれ一本でびっちょびちょじゃん意外と辛いので、俺普段すごい汗かきなんですけど、意外と辛いので出ないんですけど、涙が出そうになるね。2本目これね、赤く照り上がってる。うん、うまい。うん、なんか震えてる手が、ハルさんの手が。あー、やばこれ、すげえ。うん、いや、さすが、すげえな。おおおおおお、いったいったいった。今一瞬遅れですよ食べれば食べるほど食欲が湧いてきますよ。3本目いただきます。炭酸レベル8ぐらいです。ほんと8、マックスは。マックス10ですけど。そう、8。結構辛い。だって塩すごいやん、マジで。あ、ビビン麺辛。さっきからずっとヒーヒー言ってますね。ヒーヒーが止まらへん、ほんまに。今2本と3本目。いや、俺大きい1本。じゃあ、同点おい、同点っておかしいだろふんどしかかってますから。そうだ、そうだった。ちょっと冷麺食べてみます。私が食べてる。これもめっちゃ辛かった。結構私やばい。一口ずつ入れます。じゃあ、そしたらこっちも食べてもらいますか。じゃふざけんな。そう、そういうことですよね。俺も塩出てます。あ、出てますね。出てる。じゃあこれ青木の食べてた。ありがとうございます。ビビン麺です。これ本当辛いから、私も結構辛いのが分かったなって思う。いや、確かに真っ赤ですよこれ。やばくない。真っ赤真っ赤。いただきます。どうよどうよ、辛いでしょ。いや、甘く感じるわ。じゃあ、いただきます。全然辛くないですよ。辛いよ。むしろ優しい。あれ、なんか春さん全然いきますよね。甘い。甘いですよね。甘い。こっちは辛すぎても甘く感じちゃう。どうぞ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 。じゃあ汁ちょびっとな。タレ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 ちょっとピッツ。あ、これやばい。辛これよく食べてますね、2人とも。ダメだこれ。え、キュウリ飛んだジョニー君のお金に僕のチキンを。ジョニー君4本いった。これ9本入ったの。これ1個いいですか。はい。ギブでギブでギブで。ほんまに無理これ。痛い、この手汗と。これは手びっちょんこ。ちょっといいですか、こっち前に乗るし。口が腫れてますもん。腫れてる。口が。罰ゲーム決行しますか。決行しましょう。させてください。ちゃんと助走した方がいいから。はい。新宿2丁目の、女の子クラブさんで、はいはい、強制助走してもらいます。女の子クラブさん。はい。それで僕チャンネル解説するんですか。チャンネル解説します。いや、それで大丈夫かな。登録者数5人ぐらいで止まらない。助走チャンネル作ってもらうっていう。マジで新たなジャンルを開拓してもらうのは。元ジャニーズ助走してみたはい、というわけで今回は、元関ジャニの、ハルさんと一緒に激辛我慢対決をやってきました。はい。どうでしたか今回。いや、ほんまに塩がね、止まらないんですよ。やばい、すごい、マジでやばい。今も止まってないですけども。
まあこの対決はね、あのめでたくジョニーが勝利したので、この後はですね、後半あの女の子クラブ行くんですけども、お互いの2つの、ハルさんのチャンネルとジョニーのチャンネルで、どっちとも流しますんでね、ハルさんのチャンネルは概要欄に貼り付けておきますんで、そこから見てもらってください。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いしまーす。お願いします。じゃあ行きましょうか。行きましょう。辛かったわ、やばい。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっともっと